はい、どうも、楽しいご飯の時間ですよ。ということで、出来上がりました。今日ね、初めてのやつがあるんですよ。あ、で、先に行っとこうか。まあ、今、これから行こうか。はい、こうです。いやー、素晴らしいね。素晴らしいね。こうする？こうする？いや、こうじゃないか。こうか、やっぱ。こうだな。ちょっと今度明るさが足りん。もう、わからん。ちょっと明るくしてみる？あ、ちょっと明るく、この方がいいか。うわー、いいね。あれです。初めてのがあるんですよ。めちゃめちゃ楽しみ。山陰産のどぐろを使ったお魚ソーセージ。のどぐろの落とし、うわ、落とし身はす。すごいね。2.8 発、うわ、仕込み地、うわ、すごいわ。これです。どこで買ったか忘れました。でも値段はね、若干高かったはずだけど、そのままでも美味しくお召し上がりいただきます。そのままかじってるのはまだかじってもいない。3、値段はね、見ないようにしてる。なんでかって、それ買いたくなくなっちゃうじゃない、そういうの見たら。ということです。そののどぐろのやつがこれ、これ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 、普通のやつが1、2、3。うわー、すごいね、贅沢だね。で、魚味噌、ほら、魚を食べると頭が良くなる。ごめんなさい。卵に、天才漬け卵焼き卵2です。で、今日は、あ、そうそう、これです。あの、ごめんなさい、ちょっと焦ってるというか、焦ってるわけじゃないんだけど。はい、行きますよ。はい、乾杯です。あ、今日もまだまだやることいっぱいです。間に合わんぞ、本当に。で、10分ぐらいでね、この動画が終わったら、あのあれ、レポート、島からのレポートが届いてるから、それをね、この動画にくっつけようと思うんですけど、そう思いながらやってんだけど、もうしょっちゅう長くなってくっつけられんのよ。いただきます。いったか。くっつけられんのよ、長くなっちゃってさ、ごめんなさいね。これ木島、お前の差し考え一つだろと、おっしゃる通りなんですけど、こういうのは長いんだな。こういうのは、魚、ごめんなさい、調子乗っちゃいました。これも普通の、いつも食べてる魚肉ソーセージ。いつも食べてるって言っても、いつもバラバラだからあれなんですけど。ミスター健康、木島です。野菜からいきます。もう遅いから。うん。うん。いい、しっかり味する、しっかり味するよ。うん、塩コショウちょっとやった、はまりきらんよ。ほら、こうだよ、こうだよ。魚肉ソーセージってね、トマトもいいな。トマトもいいな。最高だ。魚、うん、ほんと素晴らしいわ、この魚水も。ほんと素晴らしい。楽しみだな。赤松エネルギー129キロカロリー。だから他の牛肉ソーセージがどんぐらいのカロリーかとかも、そういうの全然考えてないけど、5本も食べたら結局あれよ、本当はあれなんでしょ、一応ね、
米やパンやうどんやそういうものをね、こう夜遅い時は、遅い時はというかもう夜はもう大体遅いんだよ、行こう。大体よ、絶対ってことないよ、5時6時ってことはめったないな、めったいな。まあ食べないようにはしてるけどね、カロリーで言ったらね、なかなかのもんですよ。120いくつって書いてよ、少なく見積もって100だとしてもだよ、1,2,3,4,5 だよ、卵も、あー危ない、トマトの汁で溺れるとこだった、卵もいいですよ、うん、あー今日も天才、今日も天才、戦隊じゃない、天才ってことか、戦隊ってなんだろう、うん、そうだね、だからね、ほんと我慢してる感覚はないわけよ、ないんですよ、うん、まあ見てよ、お前の絶対だって待ち構えてんだから、映ってる？映ってるよね、待ち構えてんだからこうやって、うん、おいしい、待ち構えてくる出番ないよこれ、うん、じゃあちょっと振っただけだけど味噌も強いから、うん、あーおいしい、どうしましょう、いよいよ行くか、いよいよ行っちゃおうか、のどぐろ、のどぐろのやつです、初です、おおいい香りだね、いただきます、おお、うん、は違うね、うん、あー美味しいね、工夫されてるな、やっぱり、わずか 2.8% だけど、まず食感が違う、そこで違いを出してんだな、味もだけど氷を使ってんのかな、普通のでも使ってるか、ちゃんと見たことないけど、どこ見ればいいのかな、こっちか、タラ、ママカリ、カッコサッパ、エソ、タチウオ、ノドグロ、豚脂肪、決着材料、コーンスターチ、まあそこら辺はいいわ、玉ねぎもいいじゃん、食塩、砂糖、魚醤、香辛料、うん、
ビリないの香料、あ、香料入ってこれ香料抽出物こっちにいる色素燻焼きまあいろいろ入っとるおかげだそりゃそうだ当たり前だけどうん美味しいのは間違いないで食感まあこれがマルハニチロかどうかわからん多分違うけどマルハニチロを食べないとねあれだわねなくともこっちとはもう食感からしてまるっきり違うもちろんこれも美味しいよマクドナルドのハンバーガーもバーガーキングのハンバーガーもモスバーガーもロッテリアもフレッシュネスでしたああいうのも、まあ、出したら切りかない全部美味しいよね、そういうことよチューリップもスパムもミッドランドもね何でもかんでも家出したら聞いたね何丁目でおいしいじゃないそういうことよコークンもバイエルンもシャウエッセンもねみんなおいしいじゃない無理出したきりがない。そういうこと。あー、おいしい。ヤムザキパンも富士パンも第一パンも池田パンも池田パン池田パンよ。パンおいしいじゃないね。無理出したきりがない。そういうことよ。あるな牛乳パンだっけやつあっちのはあ美味しかったな。大変残念だけどあのパンの三角パン食べないんだよな。もう食べたいな。三角パン食べたいな。島からのお土産あれだけお願いしたりしてたもんね。あのパンの三角パン最高だったな。だよな。今だったらねネットで万万いくらでもやりようあっただろうに。タイミングだわね。まあ分かんないんですけどなんでやめちゃったのか知らないんだけど。うん今日もやりすぎた。うん長いダメか今日も。ダメか。うわ、ダメだ。ちょっと考えよう。ダメだ、これじゃ、うん、結構飛ばしたつもりだったんだけどね。ちょっと考えます。
別の動画で、初めてのどぐろのやつ食べた。天才味付け卵焼き、卵にもう大魚肉ソーセージ大会だこれ。トマト、あんまん魚味噌、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃった。